熊本でですね、大きな地震が起こりまして、まずは被災された皆様の回復がですね、できるだけ早く行われることを、期待いたします。また、お亡くなりになった方のお悔やみを申し上げます。なぜ熊本で起こったか、このことをですね、考えてみたいと思いますが、私は、実は1年ほど前ですね、地震学者で有名な東大のゲラー先生とですね、地震は予知できないということを2回にわたって、DHC シアターの現代のコペルニクスでやりました。その時に、今政府がですね、公表している、地震が起こる可能性のある地域のマップですね。それから、その確率をですね、そこで詳しく説明をいたしました。例えば、これは地震、宮城県沖の大きな東北大震災の前なんですが、宮城県沖および三陸沖ではですね、マグニチュードが8クラスの地震がですね、だいたい 80% から 99% 程度で起こると、いうことが実は東北大震災の前に分かっておりましたが、しかし、2万人に及ぶですね、大被害を防ぐことはできませんでした。この一体、日本で発生確率というものがですね、出たのはなぜかって言いますと、それまでは地震予知だったんですね。地震予知っていうのは、例えば、1年以内に地震が起こりますよっていうのは、いわゆる予知の中に入らないんですね。っていうのは、例えば、静岡県に、昔東海地震と言われましたが、静岡県に1年以内に地震が起こるというようなことが分かってもですね、そこに住んでる人たちが全部その予報のもとにですね、退避するというほど実は地震の予知の確実性というのはそれほど高くないんですね。だから家とか仕事を捨てるわけにはいかない。かといって1年以内に地震が来るって分かってるのに何もしないというわけにもいかない。そこでできることっつったら、ちょっと家を補強するとか、防災訓練をするっていうことぐらいしかできないわけですね。これに類することは東北でも実は少しはやってたんですね。だけどもその時中心は東海地方でしたから、東海地方はもうすぐにでも地震が来ると、いうことだったので、そちらの方に注意が、いってたわけですね。もちろんマスコミもそういうことを報じてたわけです。そしたら東北に大震災があった。これはですね、実は東海地震が来ると言われてきた1970年からですね、阪神・淡路大震災があり、新潟地震があり、それで今度は東北大震災があると。この前ですね、5年前に。そういうような状態だったわけです。そこで地震予知というのを今までやってたんですが、それをやめてですね、こういった発生確率、どこの地域が一番発生するかということを発表しました。これはですね、確か私の記憶では30年以内に起こるということなんですね。ですから30年以内にどのくらいの地震がどのくらいの確率で起こるかということですから、こういうその地図を発表するってことはですね、地震学がそれぐらい確実であるということを言ってるわけですね。例えば、北の方から行きますと、三陸沖が90、宮城県沖が99、それから高いところでは茨城県沖が 90%、それから南関東が 70%、それから東海地震が 87%、東南海地震が 80%。それぐらいが高いわけですね。それからちょっと中間ぐらいっていうと南海地震の 50%、それから伊予灘の 40% なんかが続くわけですね。そうしますと、もちろんこれを参考にしてくれっていうことで出るんですから、東北の人たちは非常に気をつける。それから東海地方から東南海地方の人は非常に気をつける。そこに国の金はものすごく落ちると。そして体制も整うと。こうしてたら今度熊本ってことになるわけですね。それで今日の新聞はひどかったですよ。熊本地方も比較的高い予想になっていたと。4% ぐらいですね。だけど、地震の起こる可能性が 4% が一番高いとか 10% が一番高いっていうなら別ですよ。だけど 80%、90% ってのがゴロゴロ日本中にあることに対してですね、4% とか 6% っていう予想が出たら、それは比較的安全だと。それはね、その今日の新聞とかテレビはひどくてね、0% よりか高いって。それはね、この地震予知の国の政策が間違ってることを、まあ、単に何も言わないっていうだけですね。これをゲラーさんは打ち出の古術と言ったわけですね。まあ、ゲラー先生の言葉ですけど、地震が予知といえば金はいくらでも出る。つまり、人を脅して未完成の学問が、あたかも完成した学問のように伝える。これはもう科学の世界では絶対にダメなんですね。例えば飛行機を飛ばす。半分は落ちるってことを知ってて技術者が。大丈夫ですよと言って飛行機を飛ばしたり、飛行機に乗ると快適ですよと。いや、実は 50% 死ぬということを内々知ってて言うっていうのが、もう科学の世界では一番いけないんですよ。もう最も倫理に反するわけですね。ですからまあこういう図を発表するにいいにしてもですね、表紙の図ですね。まあ、ほとんど当たりませんよって言わなきゃいけないんですよ。で、私自分のことを威張るわけじゃないんですけど、私が言ってたのは、日本の地震の歴史を見ると、非常に大きな地震ですね。東北大震災のような、非常に大きな地震が出て、2、30年間は、あちこちで地震が起こるんだと。それは、地盤が大きくずれますからね。それを回復しようとしたり、さらにずれたり しますんで、火山活動も盛んになるし、地震の活動も盛んになるので、自分がどこに住んでるかとか、どの火山の近くにいるかってことと関係なく、地震が来るぞと思って対策を取っておく必要がある。そうすると、いつ地震が来るかとか、何%の確率だっていうんじゃなくて、今一番必要なのは自分の家の中を見渡してですね、地震が来たら危ないものをのけとくとか、家の補強しとくとかいう自衛策以外ないと。それを皆さんお願いしますねって何回も言ってたんですよね。だから、つまり学問っていうのはですね、その学問の発達の状態が分かってる人が、その学問の発達の状態からいって、最も危険を回避するのはどうしたらいいかってことを言わなきゃいけないんですね。で、今度熊本被災した方は大変に申し訳ないんですが、科学の世界から言えばですね、現在はこの確率のグラフとか、東南海地震が何だというのは全部お金を取るためだと思ってですね、一部の学者がお金を取り、一部のお役人が得をするためなんだと、もう頭から思い込んでですね、そして自分の身は自分で、なんていうか守るという。それでマスコミは全くひどい感じで、僕はこれだけ厳しく言うとマスコミの人も反論があるでしょうけども、あたかも地震が予知できるようなことを言って東南海地震を報道し、これは政府が言ってるからってことですよ。だけど政府が言ってることをそのまま伝えるっていうのはマスコミじゃありませんよ。そして今度地震が起きたらもうビに入り、サイに入りですね、朝から晩まで放送するんですよ。そしたらみんなが見ますよね、悲惨だから。悲惨な状態を見るわけですよ。そしたら視聴率が上がるってわけですよ。こんなことしてどうするんですかね。だからマスコミは普段からですね、今、日本の地盤が緩んでるから、いつ地震が来ても仕方ありません。皆さんぜひ地震の予知とかそういうことに期待せずに、家の周りとか家自体とか、それから家具とか、それから家族とか、そういうことを自衛してくださいね。地震学はそこまで行ってないし、政府はそこまでその責任感がないんですよと。そういうふうに伝えなきゃいけないんですよ。まあ、今度事故が起こりましたから、私地震が起こりましたからね。ぜひ今日、私これを聞いて本当に残念に悔しく思いましたので、他の地域の人ですね。これ熊本ってのはこの地図では真っ白ですよ。全然起こる可能性のないところ。これは内陸型のですね、断層型地震で、まあ深さが10キロぐらいしかありませんからね。だから被害がもう集中するんですけども、そんな理屈よりか、広範囲に揺れなかったとか、そんな理屈言うよりかですね、これで地震が起こってから内陸型の地震だから余震が多いんですなんて、そんなくだらないこと言ってないで、私たちは大きなプレート型の地震も、内陸に起こる断層型の地震もともに予想できませんと。皆さんこれ今まで全部言ってきたことは嘘でしたと。地震予知も嘘だし、この確率の発生確率も嘘ですと。分かっておりましたってやっぱりもう一個踏み込んで、学者としての誠意を示し、そして日本の災害を防止するということに全力を注いでほしいと。私はもう全くそういうふうに思うんですね。残念でたまりません。これは科学が至らないっていうんじゃなくて、科学が至らないことを言わないで、あたかも飛行機が安全に飛ばせますよっつって内心は飛行機が落ちることを知ってたと。そういうことですから、やや犯罪に近いと。私はそう思いますね。まあ、とにかく我々は相手にしているのがそういう人たちですから、それを真実に家族を守るということをもう徹底してやる必要があると思います。まあ、2、30年ということですから、あと15年か20年ぐらいのところですので、この前ある人がですね、どっかの火山に行ってどうですかって聞いたから、やっぱり危ないですよって言ったんです。で、予知されてませんけど、いや、予知はもともとできないんですって言ったんですね。そういう考えでやらなければいけないと思います。